ヨーロピアンカップチャンピオン2019は欧州野球連盟が主催するヨーロッパのクラブチームで競われる野球の国際大会ヨーロピアンカップチャンピオンの第56回大会であるヨーロッパ5カ国の8つのチームにより2019年6月4日から6月8日までの期間イタリアのボローニャで開催されたヨーロピアンカップ2018の結果と ヨーロピアンカップの株大会の CEB カップ2018の結果により、以下のような出場枠が与えられた。前回大会1位から7位のリーグは変わらず、最下位の3リの1枠が CEB カップ2019に降格した代わりに、CEB カップ2018優勝のベルギーリーグ1枠が今大会に昇格した。出場チームは以下の通り、2018年の 各リーグ戦の順位をもとに選出された。ASD リミに2018年をもって国内リーグを脱退。リーグ3位のパルマ BC が繰り上げ、出場大会日程は以下の通り。以下の情報は欧州野球連盟公式サイトスコアボードより引用。プール A プール B 残留プレイオフ以上の結果から、ベルギーリーグ1枠の CB カップ2020への降格が決定。 決勝トーナメント3位決定戦、グループス4ヨーロピアンカップス2019アナウンスド、セブ。w w w b a s e a l e u r o p e c o m 2021年5月29日閲覧。イル・コンシリオ・フェデラレ・ヘクタール・ラティフィケート・イル・リチロデル、リミニ・ベースボール・ダーラ・セイリエ H。 www.fibs.it.2021 年5月29日閲覧。スケジュール、www.bas.ebalstats.eu.2021 年5月29日閲覧。ありがとうございます。